アームアーキテクチャアームアーキテクチャとはアームホールディングスの事業部門であるアーム LTD により設計、ライセンスされている組み込み機器や低電力アプリケーション向けに広く用いられているプロセッサコアのアーキテクチャであるアームアーキテクチャは消費電力を抑える特徴を持ち低消費電力を目標に設計されるモバイル機器において支配的となっている 本アーキテクチャの命令セットは、基本的に固定長の命令、簡素な命令セットというリスク風の特徴を有しつつ、条件実行、低水シフト、ローテート付きオペランド、比較的豊富なアドレッシングモードといったシスク風の特徴を合わせ持つのが特徴的だが、これは初期のアームがパソコン向けに設計された際、当時の同程度の性能のチップとしてはかなり少ない、ゲット数。 約2万5000トランジスタで実装されたチップの多くの部分を常に活用する設計として工夫されたもので回路の複雑さを増さないという方向性だというように見ればシスク風の特徴というよりむしろリスク風の特徴とも言える。ともあれ、以上のような設計が初期の世代の実装において性能の割に低消費電力小さなコアリスクとしては高い高度密度といった 優れた特性に結びつき、広く普及する原動力となった。なお、そもそもリスクかシスクかのどちらかに決めつけなければいけないものとするような二分法自体が、業界メディアが作り上げたものだ、とリスクの提唱者の一人、デイビッド・パターソンが、1998年に、コンピューターアーキテクチャの国際シンポジウムの予行集に、原文権が採録された、際の解説レトロスペクティブ。 リスク、I、A、リデュースとインストラクションセットコンピューターで述べており、以上の文章における、リスク風、シスク風という表現には、実のところ、どちらかといえば単純っぽい、どちらかといえば複雑っぽいという程度の意味しかない。2005年の時点で、ARM ファミリーは3 2ビット組み込みマイクロプロセッサー、ないし、特に、マイクロコントローラのおよそ75%を占め、 全世界で最も使用されている3 2ビット CPU アーキテクチャ、デル。ARM アーキテクチャに基づく CPU コアは、PDA、携帯電話、メディアプレイヤー、携帯型ゲーム、電卓などの携帯機器から、ハードディスクルータなどの PC 周辺機器まで、あらゆる電子機器に使用される。2013年現在、NEC のエマモバイルは、Cortex-A9 や日立系のスパー派系の、 s h モバイル、g シリーズは ARM を内蔵するなど、携帯電話では100%近いシェアがある。携帯機器や電子機器の高性能化に伴い、ARM コアの出荷数は加速度的に伸びており、2008年1月の時点で100億個以上、2010年9月の時点で200億個以上が出荷されている。ARM アーキテクチャを使用したプロセッサの例としては、テキサスインスツルメンツのオマップシリーズや、 マーベルテクノロジーグループの X スケール、NVIDIA のテグラ、q u a コ c o m のスナップドラガン、フリースケールの i、MX シリーズなどがある。既存の ARM プロセッサは、組み込みとクライアントシステムに特化していたためすべて3 2ビットで、あるが、顧客からは、電力効率に優れる、ARM アーキテクチャのサーバーへの応用を望む声が高まり、ARM 社は2011年10月27日、 ARM の64ビット拡張である ARMV8 ア,アーキテクチャを発表した。ARM の設計は1983年にーコーンコンピュータイギリスによって開始された。当時ーコーンは MOS テクノロジーの MOS6502 を搭載したコンピューターを製造、販売しており小さなハードウェア規模でシンプルな命令セットを持つ。 より高速なプロセッサを開発することによって6 5 0 0を置き換えることが目的であった。開発チームは1985年までに ARM1 と呼ばれる開発サンプルを完成させ、最初の製品となる ARM2 は次の年に完成した。ARM2 は3 2ビットのデータバス、2 6ビットのアドレス空間と16個の3 2ビットレジスタを備えていた。 レジスタの一つは上位6ビットが状態フラグを保持するプログラムカウンターである。ARM2 のトランジスタ数は3万個しかなく、おそらく世界で最もシンプルな実用32ビットマイクロプロセッサであった。これはマイクロコードを持たないこと、モトローラの MC68000 の場合1、4から1、3がマイクロコードであったと、現在のほとんどの CPU と違って、 キャッシュを含まないことによるものである。このシンプルさのために消費電力は極めて低いが、それにもかかわらず8286よりも性能は高かった。後継となる ARM3 は4キロバイトのキャッシュを含みさらに性能を高めた。1980年代後半、アップルコンピュータはエーはコーンと共同で新しい ARM コアの開発に取り組んだ。この作業は 非常に重要視されていたため、エイコーンは1990年に開発チームをスピンオフして、ダバンストリスクマシーンズという新会社を設立した。このため、アームは本来のエイコーンリスクマシンではなく、アドバンストリスクマシンの略であるという説明をよく見かけることになる。アドバンストリスクマシーンズは1998年にロンドン証券取引所とナスラックに上場した際、 アームリミテッドとなった。この作業の結果、アーム6が開発された。1991年に最初のモデルがリリースされ、アップルはアーム6ベースのアーム610をアップルニュートンに採用した。これらの変化を経てもコアはだいたい同じサイズに収まっている。アームには3万個のトランジスタを使用していたが、アーム6は3万5千個にしか増えていない。 そこにあるアイデアは、エンドユーザーが、アームコアと多くのオプションのパーツを組み合わせて、完全な CPU とし、それによって古い設備でも製造でき、かつ安価に、高性能を得られる、というものである。このアーム六の改良版であるアーム七も、アーム六を採用した、製品群に引き続き採用されたほか、普及機に入りつつあった、携帯電話にも広く採用されたことから、 今日の ARM の石杖ともなった。さらに、新世代の ARMV4 ア,アーキテクチャに基づいて ARM7 を再設計したものがである。ARM7 とどみわさむ命令、工実を実装し、低消費電力と高い高度効率を両立する利点を備えていたことら、ライセンスを受けた多くの企業によって製品化され、特に携帯電話やゲームボーイアドバンスといった民生機器に採用されたことから、 莫大な数の製品に搭載された。なお、トドミートは、サム命令、デバッグ回路、乗算機、アイス機能を搭載していることを意味している。しかし、これより、後のコアにはすべてこれらの機能が、標準的に搭載されようになったため、この名称は省かれている。DEC は、ARMV4 ア,アーキテクチャの設計のライセンスを得て、ストロングムを製造した。 233MHz でストロングムはほんの 1W の電力しか消費しない最近のバージョンはさらに少ないこの業績は後に訴訟の解決の一環としてインテルに移管されインテルはこの機械を利用して古くなりつつあった i960 をストロングムで補強することにしそれ以降 X スケールという名で知られる高性能の実装を開発した以後も ストロングムの技術のフィードバックを受けた ARM9 や ARM10 を経て NEC との提携などによって携帯電話向けプロセッサとしての地位を確固たるものにした ARM11 をリリースする2005年には製品ラインナップを一新し高機能携帯電話などのアプリケーションプロセッサ向けである Cortex-A リアルタイム制御向けである Cortex-R 組み込みシステム向けである Cortex-M とターゲットごとにシリーズを分類した。なお、Cortex の末尾につく文字は、社名である ARM の1文字ずつをそれぞれ割り当てたもので、ある。また、2012年11月には ARM 発となる 64bit アーキテクチャによるプロセッサコアである Cortex-A50 シリーズを発表した。ARM から IP コアのライセンス供与を受けている。 主な企業には、モトローラ、IBM、テキサスインストゥルメンツ、ニンテンドウ、フィリップス、アトマル、シャープ、サムスン電子、ST マイクロエレクトロニクス、アナログデバイセズ、パナソニック、クアルコム、マーベルテクノロジーグループなどがある。アームチップは、世界で最もよく使われている CPU デザインの一つとなっており、ハードディスク、携帯電話、ルータ、電卓から玩具に至るまで、 あらゆる製品の中に見ることができる。3 2ビット組み込み CPU で圧倒的なシェアを占め、2004年の世界シェアは61%であった。ARMV7A、V8A は以下のソックで実装されている。ARM ホールディングスの概要にあるように、ARM ホールディングスは ARM ア,アーキテクチャの設計のみをしており、製造は行ってはいない。ARM は IP コアとして各社にライセンスされ、それぞれの会社において機能を追加するなどして CPU として製造される。製造された CPU はそのまま、あるいはボード上に実装、もしくは製品に組み込まれた形で販売などされる。いかに CPU そのもの、ボード上に実装したものなど、CPU やボードのシリーズ名やブランド名などが明確な主なメーカー名。 CPU 名、シリーズ名等を記する。ARM はリスクプロセッサであり、サム命令ではなく ARM 命令の場合、その命令セットはといった多くの32ビットリスクプロセッサに共通する特徴が見られる。ARM プロセッサは PC 相対アドレッシングやプレ、ポスト、マイナスインクリメントアドレッシングモードなど、リスクとみなされる他のアーキテクチャと、 比べ豊富なアドレッシングモードを持っている。もう一つ留意すべきことは、ARM の命令セットが時間とともに増加しているということである。例えば、初期の ARM プロセッサー、ARM7 と DOMI より、以前のものは2バイトの値をロードする命令がかった。32ビット ARM アーキテクチャはいくつかの CPU モードを持つ。同時には一つのモードにしかなれない。 命令や外部からの割り込みなどで、モードが切り替わる。レジスター R0 から R7 は、すべての CPU モードで同一。これらは、決してバンクされない。R13 と R14 は、システムモード以外のすべての特権 CPU モードで、バンクされる。独自の R13 と R14 を持つことにより、例外から、それぞれのモードに切り替えられる。r は、 スタックポインタ R14 は関数からの戻りアドレスを持つ。別名。c p s r は下記32ビットを持つ。VFP、ネオン用として、これらとは別に32ビット用は S レ s ス31のレジスタがある。これらは64ビットレジスタとして D レディ15として使える。S レ s ス31と、 D0D15 はオーバーラップしている。大半の ARM 部 7A クは、さらに D16D31 も使える。VFP、ネオン用のシステムレジスタとして、以下の3つがある。ARM の命令セットにおいて、ユニークなのは、マシン後の最上位4ビットを占める条件コードを使用した条件実行命令であり、これによってほぼ全ての命令を、 分岐命令なしに条件付きで実行するとができる。これにより、マシン語中の即値フィールドに避けるビット数が減ってしまう等の欠点もあるものの、小さなイフ分に対応するコードの生成時に分岐命令を避けることが可能になる。例として、ユークリッドの誤助法を挙げる。この例は、C 言語による ARM のアセンブリ言語では、ホワイルループの部分は以下のようになる。 通常分岐命令を使用しなければならない前や、エルス説のところで分岐が省かれていることがわかる。命令セットのもう一つのユニークな機能が、シフト演算をデータ処理、算術演算、論理演算、レジスタ間の代入命令の中に折り込むことができることである。例えば、C 言語の,のような文を一つのアーム命令として表すことができる。 なお、インテル8386などでも1個の命令でできる。とすればよい。これにより、多くの ARM プログラムは通常リスクプロセッサに期待されるようなプログラムよりも密度の高いものになる。このため、命令、フェッチに伴うメモリへのアクセス頻度が少なくなり、分岐に伴うストールも回避しやすく、パイプライン処理を効率的に使うことができる。 このことが ARM が ARM より複雑な CPU デザインと競合することを可能にした特徴的な一因の一つである。ARM プロセッサは SAM と呼ばれるコード効率の向上を意図した16ビット超の命令モードを持っている。条件実行のための4ビットプレディケートが削除されている。メモリポートやバスが32ビットよりも狭い。 状況において3 2ビットコードよりも性能が向上する。多くの場合、組み込みアプリケーションでは3 2ビットのデータパスを持っているのは一部のアドレス範囲のみであり、例、ゲームボーイアドバンス、残りは1 6ビットか、それよりも狭くなっている。このような状況では、サムコードをコンパイルし、CPU に最も負荷のかかる部分だけを3 2ビット超の、 命令セットを使用して手作業で最適化するが通常割にかなっている。サム命令とアーム命令は単一の実行ファイル内で混在が可能であるが、サム命令を実行できるモードとアーム命令を実行できるモードは独立しており、両者を使うにはその都度プロセッサの状態を切り替える必要がある。状態の切り替えは分岐命令で行うことができるため、通常は関数単位で サム命令とアーム命令を使い分け関数呼び出しの際に切り替えを行うのが一般的である。サムテクノロジーを搭載した最初のプロセッサはアーム7とドミーである。アーム9とそれ以降のファミリーは X スケールも含めて全てサムテクノロジーを搭載している。サム -2 テクノロジーは2003年に発表されたアーム千1 1 5 6コアで登場した。 サムマイナス2は、サムの制限された16ビット長の命令セットを、追加の32ビット長命令で拡張し、命令セットの幅を広げるものである。交渉されているサムマイナス2の目的は、サムと同様のコード密度と32ビットメモリ上での ARM 命令セットと同様の性能を得ることであり、サムマイナス2は、ビットフィールド操作、テーブル分岐や条件付き実行などを含んでいる。 従来は、サムモードにおいて使用可能な汎用レジスタは8本のみであり自由度が低かったが、サムマイナス -2 で導入された32ビット調命令では16本、すべてのレジスタが使用可能である。16ビット調命令と32ビット調命令は、モードの切り替えなしで混在可能であるため、サムモードにおいてもアームモードに近い自由度が得られるようになった。アームは、 Java, バイトコードをハードウェアでネイティブに実行できる技術を実装した。これは ARM や SAM モードと並ぶもう一つの実行モードであり ARM、AR SAM の切り替えと同様にしてアクセスすることができる。後述の j a z e l e RCT に対して j a z e l e DBX とも言う。j a z e l e テクノロジーを搭載した最初のプロセッサは ARM926EJS である。 CPU 名の J が Jazzle を表している。3 b は Jazzle RCT とも呼ばれる第4のモードである。2005年にアナウンスされ、Cortex-A8 プロセッサで最初に実装された。サム -2 命令セットに小規模な変更を加えたもので、G とコンパイラのように実行時にコードを生成する場合に向いている。主な対象は Java、n e t m ゼ z l C など Python、 パールなどの言語である。デジタル信号処理とマルチメディアアプリケーション向けに ARM ア,アーキテクチャを拡張するため、いくつかの命令が追加された。ARM 部ごテと ARM 部ごテジアというアーキテクチャ名の E がこれを表していると思われる。追加された命令はデジタルシグナルプロセッサーアーキテクチャで一般的なものである。例えば、符号付け石は演算。 飽和加算と飽和減算、先行する例のカウントのバリエーションである。ARM ブロックで導入された32ビット幅。アドバンスと深度拡張はネオンとも呼ばれ、メディア及びデジタル信号の処理に向いた64ビットと128ビットの深度命令セットである。8、16、32、64ビットの整数演算と、 3 2ビット不動小数点演算のための振動命令が定義されており、ARMV7 から利用可能。3 2ビット c p u では倍精度不動小数点数は利用不可で倍精度には VFP を使用。ほとんどの ARMV7 ソックでネオンに対応しているが、NVIDIA Tegra2 シリーズ、スピア1310、ス p ア1340などで対応していない。 レジスタは VFP レジスタとして用意されている32本の64ビットレジスタを用いて32本の64ビット振動レジスタもしくは16本の128ビット振動レジスタとしてアクセスできる。例えば128ビットレジスタ9例は D0 と D1 の2つの64ビットレジスタの領域にマッピングされている。Cortex A15 などより ニアーノブ2が搭載され、フーズドマルタプライアドができる。これにより、単精度不動小数点数で8フロップス、サイクルとなった。ワイヤレス MMX はインテルが、X スケールプロセッサ向けに開発した、深度命令セットである。64ビット幅のレジスタが16本に用意、されており、8、16、32、64ビットの深度、整数演算が可能。 X ス,スケールとその売却先であるマーベルテクノロジーグループ製のアームソックに採用されている。命令セット自体は X86 プロセッサの MMX とは全く異なるものの GCC やビジュアル C 等のコンパイラで利用できる組み込み関数は MMX との互換性がある程度確保されており、これを利用すれば MMX 向きに記述されたコードを 比較的容易に移植することができる。VFP は ARM アーキテクチャのコプロセッサ拡張である。半精度、V3 以降、単精度、倍精度の不動小数点演算機能を提供する。ベクターの名を関する通り、いくつかの命令においては、ベクタモードと呼ばれる一命令で複数のレジスタに対して演算を行うモードが用意されている。このモードを使えば、 震度演算が可能であるが、プログラミングモデルがやや煩雑であったことや、当時の ARM11 プロセッサにおける実装は、スカラ命令を、要素数分だけシーケンシャルに実行するゆう、震度演算のメリットを享受できないものであったため、あまり積極的には使われなかった。VFPV3 を実装する ARMV7、世代以降ではモダンな震度命令セットである。 アドバンシダシ MD 拡張命令が導入されたため、現在では、ベクタモードの利用は推奨されていない。コーテックス A9 や A15 では、ベクタモードに対応していないことからわかるように、現在の ARM アーキテクチャにおける、VFP の位置づけは、スカラ専用の不動小数点演算コプロセッサであり、深度演算用途についてはネオンに道を譲っている。単度の動小数点演算はネオンでも、 実行可能であるが、倍精度の不動小数点演算や IEE754、準拠の4つの丸目モード、非正規化数のサポート等はネオンには存在しないため、これらを利用したい場合は、VFP 命令を使う必要がある。a r m 部8 a から採用。ARM の64ビットモードアーキテクチャアーチ64では、汎用レジスタは全て64ビットとなり、 数も16個から31個に増やされる。サーバー用途も意識して仮想化支援命令及び暗号支援命令が追加され、振動拡張命令であるネオンも大幅に強化される。汎用レジスタの増加と64ビット化に伴い、命令セットは完全に再定義されている。コード効率を重視して命令帳は32ビットのままで32ビットアームの特徴であった。 条件付き実行命令の大半が削除れる。これによって一般的なリスク命令セットに近くなったが、依然としてコードサイズを小さくするための工夫が随所に織り込まれている。アーチ64モードにおける命令セットは A64 と呼ばれ、以下に A64 命令セットの特徴を示す。汎用レジスタは64ビット幅であるが、多くの演算命令には、 レジスタの回32ビットのみを参照する32ビット命令が用意されている。この場合、レジスタの部分化機械が発生しないように演算結果の32ビットの値は暗黙のゼロ拡張が行われた上で64ビットレジスタに格納される。A64 命令セットにおいては従来の VFP とアドバンスト深度は統合され一つの命令体系となった。これに伴い、 名称については、単に深度、振動フラティングポイント命令と呼ばれるようにな。主な変更点は、倍精度不動小数点演算への対応、IEE754、e、への準拠、レジスタ本数の増加の3点である。レジスタについては128ビットのレジスタが32本に増加している。依然として64ビットレジスタとしてアクセスすることも可能であるが、 32ビットモードとは異なり、64ビットレジスタは128ビットレジスタの回64ビットにマッピングされている。VFP とアドバンスと深度の統合に伴い、従来は VFP が担っていたスカラの不動小数点演算命令は、深度レジスタの打ちえの32、64ビットにのみ、作用する命令として再定義されている。 例えば、不動小数点加算命令については、のようなバリエーションが命令のニーモニックを保ちつつ、オペランドのプレフィックスとサフィックスを変更することによって記述可能になっている。サフィックスについては、一部の環境向けのアセンブラでは、ニーモニック側に付加する省略規法も許されるようで、ある。これは X86 プロセッサのス命令セットが、 スカラ命令と深度命令の双方を備えているのとよく似てる楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。